いよいよ2019シーズンの開幕と迎えましたセレッソと沼津の一戦です。まずは前半の10分沼津の攻撃、ソメヤからの折り返し、最後は尾崎のシュート、これはゴール右に外れました。まあ、ただこういうふうに細かいパスのつなぎから、あるいはロングボールからチャンスを作っていた沼津です。しかし先制点はセレッソでした。前半の15分です。この小野沢のヘディングから沢上が当てて、そしてクロスで左に開いた山田が最後は右足出していきましてのシュート、これが先制ゴールになりました。まあ、ここで沢上とクロスするような形でポジションを入れ替えて、うまくボールを落としての先制点になりました。まあ、ここもうまくボールをキープしてのシュートになりました。2019年の初ゴールは山田から生まれました。さらに17分です。このロングボールからこの駆け上がり、吉成のクロスを最後は山田、吉成の低いボールでした。まあ、今日 J3 初登場の吉成からのクロス、後ろから飛び込んできた山田が見事ゴール右隅に決めまして、開幕ゴール2ゴール目ということになりました。山田のゴールで2対0、前半の早い時間帯でセレッソが2点をリードする形になりました。そして前半の35分です。沼津中央からのボール、川森がスルーをして最後は抜け出していった染谷のシュートでした。まあ、中央からのロングボール、川森が最初裏に抜け出して左から飛び込んでいった染谷のシュートでした。前半の40分です。セレッソここはうまく体を入れ替えて山田が1対1で持ち込んだんですが、ニエカーがうまく浮かしたシュートを右手で阻んでハットトリックとはなりませんでした。まあ、前半は2対0でセレッソがリードで折り返します。続いて後半です。56分、ボールをつないでいって最後は低いクロス、岡が合わせまして1点を返しました。沼津です。この尾崎からのボール、最後川森がクロス、低いクロス上げていって岡のヒールシュートが見事に決まりました。これで2対1、沼津が1点を返します。さらに続く57分です。ここ抜け出していったところ、最後ここもシュートを見せていきました。川森のシュートがありました。沼津です。そして最後アディショナルタイム、ここは尾崎が抜け出して折り返したところ、こぼれ球抜けたんですけれども、最後シュートはゴールキーパー茂木の正面という形になりました。そしてそのまま終了のホイッスルが吹かれまして2対1、セレッソ大阪 U23 が見事開幕節で勝ち点3を取ったというゲーム。